岡野診療院の岡野です。よろしくお願いします。今回はですね、前回、ファットアダプト食事法についてお話、概要をお話しさせていただいたんですけども、それのですね、エビデンスについての話がですね、山田悟医師がですね、書かれていて、それがですね、結構興味深いんで、少し、紹介させていただければなというふうに思います。ということでですね、こちらの番、チャンネルはですね、健康に関するトピックですとか、針に関するエビデンスのお話ですとか、あとは、針の古典の解説ですとか、そういうことを、メインにやってる、チャンネルになっておりますので、健康に興味のある方とか、針に興味ある方は、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。でですね、このファットアダプトの食事法のエビデンスに関してなんですけれども、まずはですね、トライアスロンとかマラソンとかのアスリートですよね。その方々に対しての、行った研究について、まず一つ、紹介させていただければなというふうに思います。20人のアイアンマンディスタンスのトライアスロン選手。まあ、めちゃめちゃ長距離のトライアスロンですよね。それを選手とか、ウルトラマラソン。まあ、100キロ以上をこう走り続けるようなマラソンですよね。共に、エリートレベルなんで、かなり記録の、いい記録を持っている選手たちを、20人集めましたと。で、10人ずつのグループに分けますと。で、1つのグループは高糖質食グループ。で、もう1つのグループは低糖質で、高脂質食グループということなんですね。で、高脂糖質グループの食事の内容っていうのは、糖質59%、タンパク質が14%、脂質が25%の食事をとってもらうということですね。で、低糖質、高脂質グループに関して言うと、糖質が10%、タンパク質が19%、脂質が70%の食事をとってもらうということですね。糖質10%って結構少ないですよね。はい。で、その食事がですね、平均、20ヶ月間続けてもらうと。で、9ヶ月から36ヶ月、長い人は3年間続けてもらったということなんですね。で、その後3時間のランニングマシーンで、代謝活動の違いを検討したという、実験、研究になっております。で、それを見てみるとですね、低糖質、高脂質食グループの、脂質をですね、エネルギーの、運動のエネルギーとして使う割合ですね、がピーク時、高糖質食のグループと比べて2倍以上高い、値を示していたということが、分かりました。つまりですね、運動をしてて、もうピークの時ですね、ピークの時に、使ってるエネルギーの量が、高脂質、高脂質、低糖質、低高脂質食グループは、100使ってたとした、あ、違う、100使ってたとした場合、高脂質、糖質食のグループは、脂肪のエネルギーを半分しか使ってないと、そういうような感じですかね。で、ランニング直後の2時間後の筋グリコーゲン量、筋肉の中にある、グリコーゲンの量、糖質の量ですね。それは2グループとも、有意差がなかったということで、あんまり違いはなかったと。2つグループともですね、なかったということですね。で、運動中のエネルギー源としては、低糖質、高脂質食グループの方は安定して脂質の、中心のエネルギー源として、いたということなんですね。筋肉のグリコーゲンはそんな使ってなかったということなんですね。で、高糖質食グループの方は、運動開始当初は、糖質中心のエネルギー源と筋肉のグリコーゲンを中心に使ってたんですけれども、徐々に、脂質エネルギーに変化していったということなんですね。最初は糖質を使ってたんだけど、次、だん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 、脂質の方にエネルギーをシフトしていったということなんですね。で、これを結論、結果ですね、分かることっていうのは、長時間の運動の場合はですね、筋肉のグリコーゲンのみを頼っての運動っていうのは、基本的にできないということが分かります。で、さらにですね、脂質をエネルギーを、より有効に使えるようにすると、筋肉のグリコーゲンの節約につながるっていうことが分かるわけなんですね。この結果からこう示唆されることっていうのはですね、例えばこうレース中にですね、デッドヒートの、ゴール前で起こった場合、こう瞬発力をですね、使った、
レースになってくる可能性があるわけですね。その時に、筋肉のグリコーゲン量が多ければ多いほど、最後のこう一踏ん張りがいけるんじゃないかっていうことが考えられるんですよね。でそういう意味で言うと低糖質食にしておいた方が、いざという時の、最後のもう一踏ん張りをそのグリコーゲンを使うことができる可能性があるわけですね。ただし、高糖質食にしてた場合はですね、最初の方にその筋肉のグリコーゲンを使っていて、でだん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 脂質の方にシフトしていった場合ですね、その最後の最後のレースの終盤でデッドヒートがあった場合、筋肉のグリコーゲンが枯渇してる場合もあるわけなんですよね。その場合はその最後の一踏ん張りが効かない可能性があるということなんで、そう考えると、まあ、低糖質にしといた方がいいんじゃないかなっていうのはこれでねちょっとね感じるわけなんですよね。ただですね、この糖質 10% の、低糖質食っていうのはちょっと少なすぎるんじゃないかなって個人的には思いますね。あとはこの研究に関して言うと、まあ、20人のエリートレベルの、選手ということなんで、まあ、ちょっとサンプル数がちょっと少ないかなっていうのは感じますけれども、一応こういう風な感じで、結果が出てますんで、参考にしていただければなという風に思います。次回もですね、このファットアダプト食事法のエビデンスについてちょっと続けてやっていこうと思いますので、次回もよろしくお願いします。